今回私が訪ねるのはこちらでございます。おいでやす。今日は京都の貴船の昼間さんにお邪魔してます。おかみさんによろしくお願いします。どうぞよろしくお願い申し上げます。これがあの有名な川床料理ですね。そうでございます。わあ、すごい素敵なアレンジメントですね。昼間、はい、の川床料理といたしまして、はい、氷鉢とか鮎の石手盛りなんかを出してるわけなんです。この氷です。これ全部氷で作ってるわけですね。そうなんです。素晴らしいですね。この上に乗ってる魚はどういうものですか。鯉の洗いとか鯛のお作りでございます。後の特徴というと、はい、鮎の石手盛りでございます。はい、塩と粉をブレンドいたしまして。塩と粉ですか。すごい綺麗ですね。はい、白鳥の羽で貴船川を描くわけなんです。はい、すごい魚が本当になんかそのまま泳いでるって感じで。そうですよ。すごい芸術的ですね。はい、ありがとうございます。これはでも作るのすごく難しいじゃないですか。ビビってたらいけませんので勢いを変えてもらわなきゃいけないんですけど。そうすか。一度いかがですか。調理場ご覧になります。やってみてもよろしいですか。はい、どうぞ。まずは何からいきましょうか。じゃあ愛の塩焼きからいきましょうか。はい、口打ちからいきます。口を刺すんですか。そうですよ。みんなまだ元気でいけないんですか。これも面白い。かなり滑りますね。 OK。 はい、皮のところまで押して、皮のところまで、はい、ぐーっと立てて指の間に串が来るように。実際はこんな形ですか。そうですね。ちょっと骨に、ま、ちょっと上がったんですね。でここでしばらく置いて、はい、焼くわけですね。これでヒレを立てる。綺麗ですね。なんか滝みたいなように。そうですね。そういう感じで思い切り引いてください。思い切り、はい、下の方がいい。そうです。いう感じですか。ちょっとなんか違う気がしますけどね。ちょっとこの辺ですか。はいはいはい。いや、すごい綺麗ですね。本当に魚がなんかそのまま泳いでるって感じですね。はい、これはこの酢につけて食べるんですか。はい、タレ酢につけていただきますので、はい、仕上がっていただきます。そう、ちょっと。これもすごいあっさりしてますね。美味しいやろ。はい、こんなに美味しい料理でこんな素敵なところで食べるのはやっぱり日本の料理は最高ですね。